11月15日、にわ男子の新曲シングル、I Wish が発売されてから1週間が経過した。オリコン週間シングルランキングによれば、初週売り上げは37万枚。ファーストシングル、初心ラブ、初週売り上げが70万枚だったことを考えれば、ほぼ売り上げ半減という苦境に陥っている。左のモテ女の美貌を見よ、なにわ男子。 長尾謙森との交際が報じられた三上優愛、なにわ男子は2023年だけでメンバー3人の熱愛が発覚。8月には西畑大吾と読売テレビ、足立夏田もつアナの熱愛が、9月には長尾健と健と、ラジム署の先輩である千賀健と、健とを巻き込み、元セクシー女優の三上優愛と交際していることが「週刊文春」に報じられています。さらに、 11月には高橋恭平とタレントの熱愛も発覚し、プロ意識が低すぎると、愕然とするファンが続出しました。芸能記者、熱愛報道の影響は、CD の売り上げにも如実に現れている。ひとつらの報道前に出た3月発売のシングル、スペシャルキスは初週51万枚だったが、西畑、長尾の熱愛報道後に出た9月発売のシングル、メイクアップデミッシング、 は、初週39万枚。約12万枚も数字を落としたことになる。さらに、高橋の熱愛報道からほどなくして発売された、今回のアイウィッシュは、初週売り上げ37万枚という結果に。落ちた数字は戻っておらず、むしろ微減している状況だ。熱愛発覚前から数えれば、およそ14万枚も数字を落としている。SNS には、 売り上げを気にかけつつも、複雑な思いを抱えるファンたちの声が集まっている。何は売り上げがちやばで笑えないのに、明日バイトで追加しに行く時間ない。やはり初週売り上げは40万切りかな私の周りも離れてるし今の状況じゃ購買欲も失せるよなって感じだけど、時短メインの曲だから悔しい。何は男子の売り上げが落ちるのも自業自得と思う周りに売られた可能性あるし、いつも油断できないと思うけど変わらず応援。 30枚とかにはならないごめん。アイウィッシュの売り上げ低いのファンソーガーとか色々もあると思うけどシンプルに普段お金出すオタクであったとしても今のなにわ男子に売り上げ貢献のためにお金をかけたいほどの感情があるかと聞かれたらないんだよな。そのお金で自分の好きなコスメとか服買おうてなるなにわ男子の CD 売り上げが下がったのは熱愛発覚により CD を何十枚単位で購入していた重課金ファン。 たちの心が離れていったことが影響しているのでは。これまでファンたちは、何わ男子をもっと押し上げるため、メガボルト再生数を伸ばしたり、CD を何十枚も購入したりと、記録を作ろうとしてきました。特に何わ男子は、4作目シングルまで、初週に売り上げ50万枚を超えたことを意味する、ハーフミリオン突破を達成してきました。しかし、熱愛発覚以降、ファンたちの間で、 CD 積む気が起きない、という声が飛び交い、記録は4作目でストップ。今回の結果を見れば、ファンの記録達成への意欲が薄れているのは明らかです。前で、芸能記者、身から出たサビではあるのだろうが。2021年の CD デビューからわずか2年で、苦境に追い込まれた名には男子。今後、挽回の機会はあるだろうか。